入校も終わったし、あとは創刊号がすり上がるのを待つだけ。ほっとすると甘いものが食べたくなります。ああ行くわよ。打ち上げ印刷所出張構成よ。入校したのがあんなにギリギリだったから、印刷所の人とやり取りする時間がないの。だから直接出向いて誤字脱字をチェックするのよ。そうだった、みんな行こう。はい。この部屋を使ってください。試し釣りは中にありますから。はい。初めてじゃこれは知らないでしょう。記号で指示してくれれば一目でわかるからね。修正が終わり次第半釣りに入ります。でないと発売日に間に合いませんよ。うん。それじゃあ。はーい。これでやらなきゃいけないんだ。シャキーン、さあ始めるぞ。おお、両手で必殺二刀流構成。やってみなさいよ。へへ無理かな。ちゃんと指定したつもりだったけど、変なところいっぱいありますね。きちんと構成さえすれば、立派な創刊号になるわよ。ぷぷ。ん？しのぶ先生の名前、しのぷになってる。なんか可愛いですね、しのぷって。このままにしとこっか。直しなさい。冗談だよ。修正の仕方はっと。矢印でぶって書くみたいね。こうするんだ。副編、書体を変えたいときはどうするんですか？大きさを変えるのは？行間を詰めるのはどう書けばいいの？何でもかんでも聞かないで。私だってわからないわよ。でも趣味でやってたときはこんな本格的な構成なんてしたことないのよ。そんな、間違ってるところいっぱいあるのに。直し方書いてないものもいくつかありますよ。ちゃんと指示入れないと印刷所の人に怒られちゃいます。どうすればいいの？印刷所の人教えてくれるかしら。あー、このままじゃダメダメな創刊号になっちゃう。みんな、そんな状態じゃちゃんとした仕事はできないよ。これを食べて落ち着いて。はぁ、ちょっと落ち着きました。一杯じゃ物足りないけど。確かにパニックってちゃダメよね。って、あんた、え？あんたが一番慌ててたんじゃない。えへへ。さあ、気を取り直して頑張りましょう。はい。やっと発売になったわね。はい。なんか感動です。ほんと、みんなのおかげだよ。ねえ、見て見て。お？どんな苦労をしても、あの笑顔のために面白い漫画を世に送り出していきましょう。はい。立ち読みでなく、できれば買ってください。恥ずかしいから。気持ちはわかりますけど。創刊号の評判はどうかな。どうしたんですか？グラビア映ってるって。ああ、まさかの修正漏れ。まあ記念になるからいっか。何の記念よ。評判はおおむね上々。来月号も頑張ろう。